リクソンの血王孫悟の武勇はイカれる劉備を粉砕した。失意の劉備は病に倒れ、孫悟に抗う気力を失う。劉備は孫昌公の勧めるがままに呉との同盟を結んだ。一方、曹操亡き後官邸を廃した義弟曹丕は呉に侵攻する。これは呉と蜀の同盟に対する危機感の表れであった。孫権は自ら軍を率い、同行で迎撃態勢を取る。義軍には泣く子も黙る張良がいる。だが合肥で彼に敗れた惨めな孫権はもういない。リクソン、定邦、周泰、梁騰、廉氏、若き俊英、歴戦の猛者に囲まれ鎮座するは王者。自信にあふれた孫権の姿がそこにあった。昔から私はこうして皆の姿を眺めている気がする。父上や兄上がご存命の頃、そんなただ見ているだけの我が身の平凡さを嘆いたものだ。でもそれをできるのが孫権様の才能です。将校も周囲もそう言ってくれた。そんな風に皆が支えてくれたからだ。私がここまで孫悟を守ることができたのは。孫権様、お忘れにならないでください。そんな孫権様に私たちもまた守られてきたのですよ。そうか、そう言ってもらえるとありがたい。殿、準備が整いました。進軍の合図を。みんな聞け、我らは医療に蜀の劉備を退けた。ここで義をも退け、我らが三国一の強国であることを証明する。それすなわち孫悟の平和と皆の家族の平和とならん。戦え、呉の勇士を。我らの国と家族を守るために。いざ進軍。高き孫悟の虎たちよ、己が牙に誇りを持て。守るべき者のため今こそ戦うのだ。
そちらに向かっています。投石機を使い迎撃しましょう。奥義一撃殺。次こそ我が知略でお前を倒す。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。私の知略に勝てるとお思いか。止まりましたね。これからは我々が攻める番です。孫権様、船の用意が整いました。さあ行きましょう。引くことがそのまま負けではない。風は追い風、勝利はこの先にある。いざ出航！おー！殿、何なりとご命令を。この愛しき風景を守るため、全力を尽くします。孫権様のお姿に、皆、勇気づけられています。気にしてやられたか。孫権よ、覚悟せよ。孫吾の命運はこの趙文渊が立つ。力を合わせろ。一枚岩のごとくだ。いや、暴風団。趙文渊、全軍を束ねる将として相手しよう。いや、